ライアン・ブラウン、ライアン・ジョゼフ・ブラウン、リャン、ヨゼフ・ブロウン、1983年11月17日イ、は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロ野球選手、外野手。右投げ右打ち。MLB のミルォー・キーブルワーズに所属。ニックネームは、ヘブライ・ハンマー、キーブルハマー、オちよ。ブロウンの発音は、実際には、ブロウンに近い。 2打率。388.18本類が76打点を記録し、アトランティック・コースト・カンファレンスの最優秀三類種に選出され、ゴールデン・スパイク賞の最終選考の一人にノミネートされた。2005年の MLB ドラフトで、ミルウォーキー・ブルワーズから1巡目、全体5位に指名を受け、契約金245万ドルで入団。 2月に発表されたベースボールアメリカの有望株ランキングではヨバニガヤルドに次ぐ2位の評価を受け開幕メジャー入りを期待されたがトリプル A 級のナッシュビルサウンズで開幕を迎えたナッシュビルでは34試合の出場で打率342.10本塁が22打点を記録し5月にメジャー昇格5月25日のサンディエゴパドレス戦で メジャーデビューし、初アンダとなる二塁打を放ち、初打点を記録した。翌26日には、ジャスティン・ジャマーノから、メジャー初本塁打を放つなど、4打数3アンダの活躍を見せた。6月には1試合4アンダを2度記録するなど、打率。382、6本塁打、ナショナルリーグ新人最多となる21打点を記録し、ルーキー・オブ・ザ・マウスに選出された。 7月も好調が続き、27試合に出場して、リーグトップの11本塁打を記録。他にも12試合で、マルチヒット、1試合3アンダーを4度記録するなど、打率、345、同2位の25打点の成績を残した。2ヶ月連続のルーキー・オブ・ザ・マンスに選出されると、共に、プレイヤー・オブ・ザ・マンスにも選出され、史上初めて2つの賞を同時受賞した。 最終的には113試合の出場で、規定打席不足ながら打率、324.34本塁が97打点と、いずれもなリーグ新人最高の成績を残した。特に長打率は、634を記録し、これはチームメイトのプリンスフィルダーをしのぐリーグ1位。新人としては1987年のマーク・マグワイアを抜き、 メジャー史上最高となる数値であった。対照的に守備面では26失策と課題が残った。新人王の投票では2位のトロイ・トロイツ・キーとはわずか2ポイント差ながら選出された。は、マイク・キャメロンを FA で獲得したこともあり、ブラウンをレフトにコンバートし、2007年はセンターを守ったが、もともとは内野手であるビル・ホールをサードで起用。 5月16日には8年総額4、500万ドルで契約延長した。この契約は、ジェフ・スーパンの4年総額4、200万ドルを上回る、球団史上最高金額で、契約年数も球団史上最長となった。オールスターゲームのファン投票で、チェイス・アトリーに次ぐ、リーグ2位となる383万5840票で選出された。151試合に出場し、 打率285と前年より4分近く下がったが37本類が106打点リーグ最多の83長打を記録しチームのワイルドカード獲得に貢献フィラデルフィアフィリーズとのディビジョンシリーズでは打率313を記録したがチームは1勝3敗で敗退シルバースラッガー賞を初受賞し MVP の投票ではアルバート・プホルス ライアン・ハワードに次ぐ3位に入った。開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは打率、320.32本塁が114打点、20盗塁、リーグトップの203安打を記録。は打率、304.25本塁が103打点で、 本類打が初めて30本に届かなかった。4月21日、2016年から5年総額1億500万ドルで契約を延長。2020年までブルワーズでプレーすることが決まった。8月31日のセントルイスカージナルス戦で、ランニングホームランを狙った際、3塁を回ったところで2度、転び、タッチアウトになった。終盤まで、ホセレエースと、首位打者を争い。 打率332.33本塁打11打点33盗塁を記録しトリプルスリーを達成し超打率とアップスの2部門でナショナルリーグで1位を記録しチームの29年ぶりナショナルリーグ遺跡後初の地区優勝の原動力となったアリゾナダイヤモンドバックスとのディビジョンシリーズでは打率500.1本塁打を記録した カージナルスとのチャンピオンシップシリーズでも打率。333.6打点を記録したが、2勝4敗で、敗退シリーグ優勝はならなかった。オフに MVP を受賞した。は、本塁打王のタイトルを獲得し、イ打、アップスと合わせて3部門で、ナショナルリーグで1位を記録した。154試合の出場で打率。319、リーグ3位、41本塁打。 リーグ1位、112打点、リーグ2位、盗塁も30個、リーグ9位を記録し、メジャー史上9人目の40本塁打30盗塁、そして、ブラディミール・ゲレーロ以来、2001年、2002年の2年連続のトリプルスリーを記録した。2月27日に、第3回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。 シーズンでは7月22日に薬物違反によりシーズン終了まで65試合の出場停止処分が下された。この年は61試合に出場し、打率298.9本塁打、38打点、4盗塁という成績を記録。メジャーデビュー後では初めて2桁本塁打に届かず、打率も5年ぶりに300を切った。 右翼手となり135試合に出場して2年ぶりに規定打席到達を果たした。打率266.19本類が81打点11盗塁という成績を残したが本類だ、盗塁ともに2年連続で30に届かなかった。3年ぶりにオールスターゲームのメンバーに選出された。また本類だと盗塁がいずれも3年ぶりに20を超える。 は135試合の出場で、出場試合数が4年連続140試合以下となったが、打撃面では打率30。305.30本塁が91打点、16、盗塁を記録。超打率はリーグ8位アップスは、同級4シーズンぶりの30本塁打超え等を記録した。10月下旬に行われたドーピング検査で、 テストステロンに陽性反応を示していたことが12月10日に ESPN によって報じられた。2012年2月23日、採取された尿の管理体制に不備があったという抗議、認められ、陽性反応という事実は残ったまま出場停止は免れることになった。1月、バイオジェネシススキャンダルが発覚し、フロリダ州マイアミのアンチエイジングクリニックを 経営する自称医師のアンソニー・ボッシュから禁止薬物の提供を受けていたと報じられた。ブラウンは異議申し立ての際に専門家に助言をもらうために相談しただけと釈明したが、そのような重大な問題なら、なぜチームドクターを介さず無資格の人物に相談したのかという追及を受け、逆に疑惑を深める結果になってしまった。その後、ボッシュの手書きメモにアレックス・ロドリンゲス、 メルキー・カブレラ、フランシスコ・セルベイリと共に、ブラウンの名前が発見され、支払った代金と思われる記述が見つかった。7月22日に、これまで否定していたクリニックからの禁止薬物購入について認めて謝罪し、本来の処分2回目100試合から短縮された、シーズン残り65試合の出場停止処分を受け入れた。2011年に MVP を受賞していたが、 その時2位だったマットケンプから MVP は剥奪されるべきだと批判された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。